ミラノマクッキングコラボ。ああ、クッキングもしたいですね。ひるまさん身長持ってませんか？ 177 センチあります。ちょっと聞いてみよう。持ってんのかな、やっぱ。オフになったりでライズ選手とコラボ配信可能でしょうか？ゲームだけなく釣りなどオフが見える形が嬉しい。出てくれる人いるかな？出てくれる人を探してます。やべ、フリーズした。フリーズする原因なんだろうな。バロラントかな、やっぱり。バロラント開くとフリーズするんだよな。バロラント開いて、裏画面に行くと、フリーズしてしまう。そんなスペック悪くないけどな、パソコン。なんででしょうか。NPB のタイブレイク導入するって思いますか。タイブレイクした、あった方が、いいかな。なんか、確かに負担は少なさそう。12回までやるよりは。12回まで見てる方もきつくないですか？この前ドジャースタイブレークでめっちゃ点取ってました。確かに7点ぐらいです。次の日が先発の日はどんなことしますか？炭水化物をたくさん食べる。変化球で肘やったんですか？いやー、変化球とは限らないですね。普通に投げた後にっていう感じです。オールスター前復帰する。どうですかね。まあ、計画はあるんで。まあ、順調にいけるかもしれない。いつ試合出るの？いつ試合？怪我が治って2軍登板何回かして、確認ができたら行くって感じですか？平さんの初先発試合のエピソード。最初中継ぎだったんで、まあ、点差が大負けしてないと投げさせてもらえなかったんで、その時8点差ぐらいついてて投げさせてもらえた。ストレートが抜けてしまう時の対策、なんだろう、いろんな重さのボールで投げるとか、そしたらいいかなーってなんか思った。今年のボール飛ばないのは本当。いやー、どうすかね、わかんない。ボールの飛ぶ飛ばないってどうやってあれするんだろう。実験するんでしょうですかね。自分のグローブこだわりはあんまりないけど、一回作ったやつをずっと使い続けてる。形変えるとなんか感覚おかしくなるなと思って。でも周りの人からは「お前のグローブやばい」って言われます。形が自分的には取りやすいんですけど。今井さんのグローブはめたことありますか？あります。赤いやつですよね。今井さんのグローブなんかちっちゃい気がする。確か。球速か変化球とどっち強化すべきですか？変化球かな。変化球の方が、まあ、なんとか抑えれそうな気がする。まあ、球速速い方がでも魅力的ではある。ナックル投げてほしい。ナックルだけは投げれない。その他は大体投げれるけど。一つ変化球を期待としたどれ？なんだろう。フォークとか、一番空振り取れるし。フォーク練習しとけばね、大丈夫。平沼くんに顔出し配信するにクレーム入れてくれてありがとうございます。 いや、顔出しの方が正確するならいいんじゃないですかっていうのをちょっと言っただけですけどね。平沼クッキングたまに見てます。平沼クッキングコラボ。クッキングもしたいですね。平君料理できなさそう。まあ動画見ればなんとか。やり方さえ分かれば多分できると思う。平さんが料理をする日ってあるんですか？あんまない。中村優太君とゲームしました。いや、してないですね。中村さんはなんか野球ゲームがめっちゃ好きなんですよ、多分。僕野球ゲームあんま好きじゃなくて、好きじゃないというか、FPS が好きなんですよ、僕は。だからゲームの好きなジャンルが違うというのかな。最悪だ。やっちまった。
こういうことしてるからダメなんですよね。集中しろ。これ負けたらおしまいだよ。もう。いや、ダメだ。特に旅行行ったり。旅行ないですね、全然。もう自主トレ が旅行みたいな感じになってます。自主トレがてら旅行。人の感性と客観的数値どっちを信用する？感性はなんか人によって違うんで、あんまり信用しないですかね、僕的には。オフになったりでライズ選手とコラボ配信可能でしょうか？ゲームだけなく釣りなどオフが見える形が嬉しい。出てくれる人いるかな？出てくれる人を探してます。プロ野球界で流行ってるゲーム教えてください。プロスピーがなんかやっぱ携帯でできるし、野球ゲームだし、分かりやすいっていうので結構やってる人多いですね。 FPS とかはあんまやってる人いないかな。身長ちょっとサバ読んだりしますか？いや、知ってないです。173、2、3センチ大きくいい人もいますよね。4、5センチとか。誰が一番持っていってるんだろう。実際、あったら意外とちっちゃかったみたいな人、誰かいますかね。ひるまさん身長持ってませんか？ 177 センチあります。ちょっと聞いてみよう。持ってんのかな、やっぱ。道中暇つぶしないしてる。寝る。ポークとか結構多いんで。バラのランク最初アイアンでしたか？最初アイアン 3?アイアン3から始まった。アイアン3じゃないか。アイアン2とかじゃなかったですか？最高ランクはダイヤ1。4日前ぐらい。今はリセットされてゴールドになっちゃいました。交流戦の時って誰のバット？自分は一番軽いバットくださいって、道具のメーカーに言った感じですね。怖い先輩は いないですね。いまいって言っちゃった。いないですね。マイさんじゃないです。いません。野球と配信どっちが本業ですか？今は配信が本業。怪我してるんで、まあ、野球もやってますけどね、ちゃんと。プロスピは買いません。え、プロスピ買いますか？プロスピって買うの？ああ、あれか、プレステのってことか。買わないですね。プレステ持ってないし。やばい。あ、でもマイナス12だから、まあ敵が強い。味方が、ん？敵が強い。敵が強い。のかな？まだ。まあ全然大丈夫です。敵が強いから下がんないのかな、やっぱり。上がるときめっちゃ上がるんだけどね。ということで、終わります。今日は全然ダメだったな。久々にできたんで、よかったです。はい、飲みましょう。ありがとうございました。